パンデュール2とは、オーストリアのシュタヤー・ダイムラープフがパンデュール I の後継として、設計開発したモジュラー構造式の多目的走行車である。パンデュール2の最大の改良点は、6輪式から8輪式に変更したことにより、車内容積を増大させたことであるが、従来型と同じ6輪式モデルも存在する。 車体の防御力は 7.62mm 鉄鋼弾から 14.5mm 鉄鋼弾の直撃にも耐えられるが、注文に応じて増加装甲を取り付けることも可能である。運転席は車体全部左側についており、運転手は3機のペリスコープによって全面視界を確保するが、うち1つを暗視装置に付け替えることもできる。不評戦闘車としての運用を前提に砲塔を、 搭載しても6名の兵員を乗車させることができるが、砲塔を外して走行兵員輸送車とした場合は12名の兵員を乗車させることが可能である。パンデュール2は c 1 3 0ハーキュリーズ輸送機に搭載しての空輸が可能なように設計されている。武装については、オーストリアとスペインが共同開発したアスカの葬儀式多目的走行車両用のものをはじめとして 各種の砲塔や RWS ピントルマウントを装着することが可能である。ポルトガル陸軍のパンデュール2兵員輸送車型。12.7mm 重機関銃を装備し、兵員11名が搭乗可能。12.7mm 重機関銃を装備し、兵員9名が搭乗可能。六輪型かパンデュール2不評戦闘車型クター SP30。 砲塔に 30mm 機関砲を装備、兵員5から7名が搭乗可能。105mm 砲を砲塔に、搭載 120mm 迫撃砲を装備。射程距離6マイル、連射速度10発、分、乗員5から6名。チェコ陸軍のパンデュール2。砲塔部分の RCWS-30、RWS に注目パンデュール 2CZ チェコ、陸軍使用。 車体の左右と後部にカメラを搭載し、車長の援助なしで細かい軌道が行えるようになったほか、車体にラファエル車線の増加装甲を貼り付けて 14.5mm 弾の直撃にも耐えられるようし、車底を逆 V 字型にするなど、細かい改良が行われている。武装は 30mm アッテックマーク44。 ブッシュマスター2チェーンガン1門と同軸の 7.62mm 機関銃1丁2発のスパイク LR 対戦車ミサイルであり、それらはすべてラファエル社製の RCWS-30RWS に搭載している。この他にも、車体後部上面に2機の3連装 76mm 円幕弾発射機を搭載している。必要に応じて RWS を RCWS-30 の派生系であるミニサムソン RCWS に変更したり、RWS を外して 120mm 迫撃砲を搭載することも可能。チェコ陸軍は RCWS-30 とミニサムソンを93機ずつ購入する予定。派生型基本型の不評戦闘車使用。72両発注。 戦場監視レーダーを搭載した偵察仕様、16両を発注、指揮通信車、11両を発注、戦場救急車、4両を発注、戦闘工兵車、4両を発注、128両の導入を計画 OT-64、スコットの後継として107両の導入を、計画試験用に1両のみを、受領陸軍233両、 海兵隊20両の合計253両を、受領陸軍の新型装甲兵員輸送車、不評戦闘車の後継候補の一つとして、選定トライアルの最中。パンデュールイを正式採用したスロベニアに対しても、部分的改良と構成部品の55%を、現地生産させる条件での売り込みが図られていたが、スロベニア陸軍は、フィンランド製のパトリアアム部を、正式採用した。 ありがとうございます。